佐藤和夫動画チャンネルです。今成人式が終わったのでだるま市会場に来てます。以前に私の一般質問が実務してだるまの回収場をそして供養場ができてますが、今年も市役所の駐車場の中に設置されてますんでちょっと見てみたいと思います。いやすごい数のだるまがもう置いてありますね。まあ、このだるまの供養についての一般質問はだるまをゴミの日に出せない、粗大ゴミの日に出せないというような市民の声をたくさんいただいて、まあ、私が実際この件については一般質問を3回行いましたが、まあ、実際に、だるまを扱う業者の人を含めて皆さんが全面的に協力してくれましたので、最終的にはこういうような形で供養するところができました。まあ、これからもそういうものが継続されることを願っております。本当に一般質問してよかったなと思って感じております。